クルトベーメは、ドイツ出身のバス歌手。ドレスデン音楽大学で学んだ後、1930年に、バウゼンの劇場で上演された、マダンの居手でカスパーとインジャの一人に役を演じて、デビューした。同年、ラインの黄金のファーフナー役で、ドレスデンのゼンパー・オーパーにもデビューし、1949年まで、アンサンブルメンバーとして活躍した。1949年、 バイエルン国立歌劇場と1955年にウィーン国立歌劇場と契約、ザルツブルク音楽祭やバイロイト音楽祭の常連となっていった。メトロポリタン歌劇場やコロン劇場等、国際的にもその活躍の場を広げ1970年にはベルリンドイツオペラと共に来日している。巧みな演技と安定感のある豊かな声量によって完成された。 表現力を持っていたオペラ歌手であり、地味ながらも20世紀におけるドイツの代表的バス歌手の一人であった。1985年に妻が急死したことを機会に事実上引退した。1989年に心不全のため身ン編で聖居。オペラブッファからワーグナーの楽劇まで124の幅広いレパートリーを誇るがバラノ騎士において オックス男爵を500回以上、マダンロイテのカスパールは350回以上演じている。また、現代作品の初演にも多く関わっている。ありがとうございます。